そうですね、まあ、僕が彼についているときは彼はオフェンスリバウンドが上手い人なのでそういうところでまあコーチ陣からもあの自分が取る気じゃなくあのもう自分でフェイスとフェイスであのボディーガードあのボクサーとして、まあ、他のやつらにリバウンド取らせる気持ちでやれって言われてたので、まあ、そういうところはそういうところを心がけてやってたんじゃないかなと思いました。まあ、あの試合前からもずっとあのこのチームはあのリムプロテクションがないチームと言われていたのでその中で僕もあのそれを意識してゴール下にアタックしていきました。